ネフェルネフェルウアトンは古代エジプトのアマルナ時代の王族の名前である。印象から知られている設備時やチェイトンハイズが女性であったことを示している。名前がカルトゥーシュの中に書かれているため王族に分類される。アマルナのカルトゥーシュ、女性インジケーターと形容縮があるもの、名前と形容縮があるもの形容縮がないもの、アマルナ時代の研究に関する大きな問題は、 それがわずか数十年後に皇族の王によって歴史から消去されたことである。これに加えて、ネフェルネフェルウアトンの王座名がセメンチカレと同じであるという難しさがある。ネフェルネフェルウアトンの名前はアンシャチェパーリである。セメンチカレの男性型はアンチチェパーリである。王座名は通常一位であるため、これは非常に稀な状況である。右の図は三つのバリアントを示している。 これらは今日、すべてセメンチカレではなく、ネフェルネフェルワトンに割り当てられている。このことは、セメンチカレの多い名が、形容縮を伴わないことから区別される。十分な証拠がないことから、ネフェルネフェルワトンの名前、性別、アイデンティティ、及び基本的な存在は、過去数十年間もエジプト学者によって疑問視され、議論されてきた。 スタンカーメンの墓キロボルト62には、ネフェルネフェルアトン、または、セメンチカレに割り当てることができるいくつかのオブジェクトがある。それらから、玉座名アンチチェパーリトコ有名ネフェルネフェルアトンの両方を再構築できる。マリアンヌ・イートン・クラウスの研究によれば、スタンカーメンの石棺でさえも最初から彼のために用意されたものではなかったようである。 ツタンカーメンという名前で上書きされている石棺のカルトゥーシュから元の名前は再構築できなかった。同じことは宝庫にある蝶を収めた棺に描かれた王の顔の特徴が他の宝物でのツタンカーメンの表現と異なることに当てはまる可能性がある。ペイリという名前の司祭のものであるテイベの墓 TT139 の秘文冒頭にある出来事の時として 次のことが記されている。当地3年、洪水の3ヶ月目、10日目。上、エジプトと下エジプトの王、二国領主、アンチョチペアメリアテン、ニファーニファーウィトンメリーはエンレの息子。1980年代まで、ネフェルネフェルアトンとセメンチカレはこれらの発見に基づいて同一視されていた。1973年に、エジプト学者ジョン・アール・ハリスが、 いくつかのカルトゥーシュが、アンシャ・チェパーリ、または、メリットという名の女性型を持っていることを発見した。これは、その人物が女性なのか男性なのか、あるいはゲイで、あるのかどうかについての議論につながった。ロルフ・クラウスは1978年に、ネフェル・ネフェル・アトンとセメンチカレは異なる人物であると、する説を提案した。1988年に、ジェームズ・ P ・アレンは、 アンチ・チェパーリという王座名と、ネフェル・ネフェル・アトンという固有名が一緒に現れた、時には、ほとんどの場合に、アケンヘナテンを指す別名が付随することを発見し、クラウスの説を指示した。一方、アンチ・チェパーリと、セメンチカレという名前が一緒に現れた時には、この言い回しは常に欠落していた。1998年に、マークがボルダは、 ツタンカーメンの墓から発見されたオブジェクトのうち、もともとネフェルネフェルアトンのものであったと見られる。いくつかのものの名分がメリネファーチェパーリではなく、もともとアチェイトンハイズであったという結論に達した。この名分は女性に飲み合いてはまる。数年後、市内半島のテルエルボルグで印象が見つかった。これは、この形式の名前も反映している。 ベルリン新博物館の石碑17,813。カナダのエジプト学者、バレリー・アンジェネットは2019年に、余るなきのいくつかの王室の胸像トップス・ケントを着用した人物がケプレシュを着用した人物の顎を、なぜる石碑17,813を、記号論的に調査した。この異常に親密なジェスチャーは、この形式では、 悪縁ア,アテンの娘の表現のためにのみ使われている。彫像の比率を基地の王女の彫像と比較することにより、彼女はハノーバーの悪縁あてんの胸像を彼の娘の一人の画像として、そして王女の状態からファラオへの移行の表現として見る。この人物については様々な説がある。彼女の名前がカルトゥーシュで表現されていることと、 通常王女の名前はカルトゥーシュで書かれていないことから、ネフェルネフェルアトンが支配的なファラオとして君臨していたと仮定することができる。これはパイリの墓の碑文からも示唆されている。アクエンアテントツタンカーメンの知性は直結しておらず、いくつかの説があるもののその間に1から4年の期間があるという点については、一般的なコンセンサスがある。ネフェルネフェルアトンの名前の追加が主に、 悪縁アテンを指しているという事実は、アレンによると密接な関係を指し示すだけでなく、王座に対する彼らの主張を正当化するための試みでもあり得る。したがって、セメンチカレは王位の直接の競争相手であったかもしれない。セメンチカレは悪縁アテンの直接の後継者であったがすぐに亡くなり、ネフェルネフェルアトンが彼に続いたとする学者もいる。 一部のエジプト学者によると、この名前はネ、ネフェルネフェルアトンが、しばらくの間、アクエンアテンの共同殺傷であったことを意味している、可能性もある。最終的に、彼女の墓の大部分が、ツタンカーメンの葬儀に使用されたという事実は、ネフェルネフェルウアトンの後継者が、ファラオの葬儀を許可することを拒否したことを示唆している。ヒエログリフでは母音を記載しないためネフェルネフェルアテン、 などの表記も使われる。ありがとうございます。